開かずのドア。なんだこれミステリーというバラエティ番組で、芸能人が学校に行き、学生の疑問を解決する、そんな回があったんですが、中にはちょっと変わった悩みがあって、自分のベッドの後ろにはよくわからない動画がある。何が入ってるのか知らないけど、時折ガタガタ音がする。興味はあるんだけど怖くて開けられない。番組はそれを解決すべく一緒にドアを開けました。どうしたどうしたどうした。え、何？ひな人形のセットじゃん。中にはたくさんのひな人形がありました。お母さん曰く、これは小さい頃に祖父からもらって、もう10年ほど開けていなかったらしく、時折ガタガタ音がする、そう言っていましたが、その音の正体はひな人形だったんでしょうか。